中中村村の対極拳解説おはようございます。中村稿です。で本日もよろしくお願いいたします。本日はこんなご質問をいただきました。自分の太極拳はどうなのか。恥ずかしいですが先日初めて自分の動きを撮影してみました。思っていたよりも動きは小さく硬い動きでした。 自分では思い切り動いていたつもりでしたが、撮影してみて様々な癖もわかり、とても勉強になり良かったです。体が小柄なので大きく見せたいです。目指しているのは堂々とした太極拳です。どのように練習したらいいのかご指導お願いします。はい。ご質問をいただきありがとうございます。 実際に自分の動きを動画で見てみていろんなことを感じますよね。そして自分の動きを見てなんか自分の思い描いたイメージと違うな。そういうこともたくさんあるかと思います。今回は自分の動きを見てみてもっと大きく見せたい。この動きの大きく見せ方、そして動きの見せ方について解説します。 中村原稿の対極拳解説はいまず自分の動きを動画で見てみるこれすごく重要なことです実際に鏡で見てこう自分のイメージでこう自分のことを感じるよりも動画で見るこれ実際全く違うと言っても過言ではありませんなぜなら動きというのは形とはちょっと違うんです 実際に太極拳というのは、定式といって、例えばイエマー、フェンゾン、パイフォーリアンチのように一つの形、これは定式という止まった形に近いものですね、はあったとしても、実際はそれからその動きから動きに動いて移動していますので、動いていることの方が多いんです。形がいくら自分でしっくりきたとしても、この動きというのは全く違うものであったりします。そして動きというのは、 軸があって、そして体極拳はほぼ円運動ですので、どこが軸で、どういう円で、どういう路線を使って自分の動きが成り立っているのか。その時の自分の体の使い方ですね。この体の使い方についてすごく重要なことは、足から順番、そして軸から順番にこう波紋のように動いていく。これが非常に重要です。なぜ動きがいまいちだなと思う時っていうのは、 自分のこの中心の軸から動いているのではなく、末端だけ、いわゆる先の方だけが動いていると、そんな風に見えがちです。今回ご質問がありました。自分の動きを大きく見せたい。この動きを大きく見せる。これは単に動きを大きくすればいいわけではありませんし、歩幅を広くして、腰を低くすれば大きく見せるわけではないんです。すべては見せる。 表現において重要なことは反対側いわゆる虚と実のように陰と陽のように大きく見せたければ小さな細かい動きをしっかりと丁寧に行いそこからどんどん反応のように動かしていくこれが非常に重要なポイントです。 ですので、全部が大きいと、なんかこう、まとまりがないように見えてしまいますので、小さな動き、自分の軸中心にしっかりと集まってくるような動きと、その大きいところへの差です。よく、武術では起伏と言ってみたりとか、小さいと大きいであったりとか、必ず虚術陰誘のように、反対側両極端のこの差があればあるほど、表現が美しく見えやすい、わかりやすい、はっきりしやすいというふうに言われています。 このまずは太極拳の中での大きく見せたいならば一番最初にやるべきは細かい小さな動きからまず一つずつ組み立てていきましょう例えばロシアーからピパこの「ロウシアウブ」から「ショーホイピーパー」ってすごく細かい動きがたくさん含まれていると思います例えば「ロウシアウブ」完成しますよねこのように。 そして、ロウシアオブからショーコーピーパー。言葉で言うと、後ろの足半歩引き寄せて、一旦体を回して挟んでかかと着地。これだけです。ですが、この中にたくさんの細かい動きがあります。例えば、よくわかいましたら、半歩を引き寄せる前に何をしているかというと、まずは一番最初、このロウシアーブを完成した後に、一番最初、何が、どこが動くのか、初動は何なのかです。まずは、 前足、ゴンブーの前足の股関節の緩みから始まりますよね。前に押しているところから前足の股関節がスッと緩むことによって少し体が前に流れるような感じが 始まり。これが初動です。初動です。ここから、スーッと緩んでいきます。緩む先に、この股関節が緩んで、少し体がこう回りやすい。いわゆる左方向に体がぐっと回転していきます。この前足にスーッと自分の体が吸い寄せられていく、引き寄せられていくような感じで、スーッと体が回ることによって、後ろの足が自然に前に引き,寄せら引き寄せられやすくなります。この自分の力で、 半歩ではなく、前足が緩むことによって体がこう回ります。体が回ることによってまとわりつくように、前足にスーッと自分の体が引き寄せられ、そして骨盤も同じに回っていきますから、この骨盤の回転に合わせて、後ろの足も自然に引っ張られるようにして自然にこのようにかかとが持ち上がっていきます。この余韻を使うんです。 なので、今、すごく細かいことやってますけども、股関節の緩み、そして前足のまとわりつき、そして骨盤の回転、それによって後ろの足のかかとが自然に持ち上がる。そして前の足を踏むことによって後ろの足が自然に持ち上がる。そしてつま先着地、かかと着地で重心移動します。その次にやることは何かと言いますと、 緩みです。かかとの足に、足の、右、後ろの足のかかとの上に乗ったら、ここでスッと緩むんですね。すごく心地いいですね。緩むことによって、今度は上半身に様々な影響が出てきます。まず今、足と股関節のことだけやりましたけれども、これだけでもすごく動作が大きく見えるんです。今のこと全くしなければ、こんな感じです。ゴンブー、いわゆるローシアブの完成形から半歩を引き寄せる。 この感じですしかし今のように細かく初動から一つずつ組み立てるとスーッと回って踏んで半歩全然違うことないですかですので大きく見せるというのはさらに細分化して小さな動きをしっかり組み立てていくことこれが大きく見せることのま要点ポイントとなります続けてみましょうここからましょういきますね ここから、まず、両手がここにつきかかると、もっと面白くなります。ここから、前足の股関節の緩みがあって、そして腰が自然に回っていきますね。正面から見た。反対から見きましょうか。ここからですね。ここがスッと緩むことによって、体がスーッと緩んでいきます。いわゆるローシアブを打って、後ろの足からグッと押して前に押しました。 ここで実際止まってる感じ。前の足が止めてる感じですね。これ以上いきません。しかし、ここから前の足の股関節が緩むことによって体がスッと回って、前足にまとわりついていきます。踏みます。後ろ足半歩です。同時にこの両手首は緩みます。スッと緩みます。この感じ。そして、すごく細かく言いますよ。この前に押しているロシアーブは基本的に立身中性で、まっすぐの軸を保っています。 ここから前足がスッと緩んで若干の前傾があります。ここからまっすぐのままこうではなく、緩んで体が少し回っていきます。同時に前足に少し乗りますので、ほんの何度かだけ軸保ってますけども、ほんの何度かだけスッと倒れています。 そして、後ろの足が半歩寄って、つま先着地して、そしてここから、この若干タルタコ何度かをスーッと戻しながら真ん中、後ろ足のかかとの上に乗ります。そこで、スーッとなんていうんでしょうかね。水がストーンとこう、ホースの中を通っていくような感じで、入って緩んでいくんです。この感じ。この時の両手首、そして背中腰の緩み、これを細かく表現しましょう。この感じです。ここから。 股関節が緩んで、両手首が緩んで、少し前、前傾、後ろ足、半歩です。この感じ。この時のイメージとしては、この手はですね、前に、さらに押しているようで押さないんです。手は、実際に、ローシアブの最終形の完成よりも、もっと前に行きます。が、押さない。ここが結構絶妙ですね。普通に押してて前に行けば、もっと押したくなってしまいますが、押さないんです。ここから、スーッと押しました。 そして、緩みます。両手首も緩みます。前に行きますが、スーッと緩まないです。緩んで押さないですね。この感じです。この時のイメージは、ああ、ちょっと待ってくださいっていうような、すごく、こう、切ない感じの柔らかさなんですね。そして、後ろ足に重心が乗って腰が自然回ります。かかとの上に重心が乗ったら、ホースの中に水がスーッと流れるように、頭のてっぺんからかかとまでスーッと緩んでいきます。何かが通って、スーッと緩んでいきます。緩むことによって、 お花が開くような感じのここですね後ろ足に乗ってスッと下に落ちることによってふわっと開く感じですこの感じ下にストーンと落ちて緩んだらふわーっと緩んでいくようななんていうんでしょうかうんティッシュペーパーを丸めて水をポトンと落としたらふわっとなんか丸く膨らんでいくような感じに近いでしょうかそんな感じです。ここから 半歩、手首緩みます。ここですね。後ろ足に重心、かかと乗せましょう。スッと緩んだら、ふわーっと緩みます。この子です。この感じですね。そして次です。このふわっと開いたものを、なんとなくこう、分散したものというんでしょうか。一旦ふわっとこう、散ったというか、その感じを、なんとなくまたふわーっと集めていくような感じなんです。ここですね。ここからです。ここから、 ふわーっと集めていきながら最後にかかと着地で少し前の方に狭く今こう分散したものを集めていくような感じで挟んでスーッと前に行くんです。このこうイメージの中での大きさというんでしょうか。 表面的な動きをこう大きくするのではなく、自分のイメージの大きさ、自分のイメージのまあ多さというんでしょうか。こんな雰囲気っていうものを自分の中でかもし出していくことによって動作は大きくなってきます。太極拳の動きの大きさというのは実はこういうところにあります。細かい動き、小さな、ちょっとした動きをしっかりと自分で表現し、それによって体がどう動いていくのか。 股関節の指、手首の緩み、そして前足の重心の移動、そして自分の若干の軸のこの変化、そしてかかとのように乗った時の緩み、緩んだら、スッと緩んだら、緩むってことはふわっと膨らんでいく感じ、そしてそれはこう集めていくような感じで着地して、スーッと集中するようにして完成していく。これをするだけで実際の動きはすごく小さかったとしても大きく見えます。何もしない感じの小堀ビーパー、こんな感じです。 半歩で、この感じ。正しいです。全く問題ありません。ここに今の自分のイメージ、表現、細かいところの意識を付け加えましょう。緩んで、ふわーっと緩みます。着地。後ろは重心ですね。はい、緩みましょう。合わせます。集めていきます。このように、動きというのは、実際の 特に太極拳特有かもしれません。実際の表面的な腕とか足とかこう。大きさの表の動きの表現ではなく、内面的なイメージと、そして自分の中でも細かい動きの細かい緩みの組み立てによって動きが大きくなっていく。これが太極拳のすごく面白いところですね。中村玄光の太極拳解説。太極拳の基本的な大きさというのは常に。 意識しましまょう。緩みです。そして「緩む」ということはふわっとこう何て言うんでしょうかこう開花するというか分散ではないですね少しこう広がっていく感じがあってそして意識を意念をスッと集めていくことによってまとまっていく感じこのまとまりのことをいわゆる「定式」と私は考えています。 この太極拳の動作の動き、そしてその自分と思った以上の撮影した時、動画を見た時のイメージの違い、これはもしかすると今自分自身は動きを、動きの感覚のみでやってるかもしれません。太極拳の動きの、その動きを覚えたその先の楽しみというのは今のように、どうやって股関節を緩むことなんで、ただ股関節が緩むだけではないんです。股関節が緩んだ先に何が起きるのか。 そことどこと連動するのか。そして連動することによってどういうふうな表現、イメージになっていくのか。そういう感覚を常に持ちながら表現することが実際の太極拳の表現でもあります。動画を見て何か違うな、何か物足らないな。これ何かと言いますと、中身です。動きを追いかけて、動きを組み立てていく。それは一番最初、最も大事です。その次に何をしていくのか。 自分の中で緩みと連動、そして自分のイメージ、それを組み立ててどのような感じで表現していくのか。これはもしかしたら歌の欲求の表現のような感じかもしれません。思った以上に大げさにやっても全然いいと思います。で、実際にまた動画で見てみて、あ、これちょっとやりすぎてるな、恥ずかしいなと思っても全然いいと思います。自分の中でどうやったらその 内包した柔らかさ、この単なる股関節を緩めましょうっていう部分的な関節の緩みだけではなく、そこと連動して全体的などういうイメージの太極拳、どういうふうな大きさ、大きさというのは幅ではないんです。この範囲というんでしょうか。そういう表現を見せていくと太極拳にとってすごく面白い表現になっていきます。この太極拳の美しさ、太極拳の表現力、 これはやればやるほど奥深くなっていきますし、これはやりすぎたらまたおかしくなっちゃいますし、やらなさすぎたらなんか物足らない。この部分が対極拳の楽しいところであると思います。今回は実際に自分で動画で見てみて、自分で思い描いたものとちょっと違うなっていうこと、そして動作、動きを大きく見せたい対極拳の表現について、ほんの部分的に一部分の部分だけ解説させていただきました。もし参考になる部分があったらぜひ 試してみてください。私の中ではもうこれを言い出したら止まらないぐらい、太極拳の表現、太極拳のこう連動をすること、太極拳の緩みって、そういうところから、そういうところに伝わっていくんですよ。単なる緩んで動くんじゃないんです。表現とか、自分のこう感覚の中で起こること、その緩むことによって動いて、緩むことによって、こう自分の中でイメージできる、想像ができるような雰囲気というんでしょうか。絵というんでしょうか。 そういうものを感じながら体極拳やっていくとさらに楽しくなるんじゃないかなと思います。えー、大変長くなってしまいました。ぜひ体極拳のこの大きく見せ方、体極拳の表現について、こうまたこういうようなですね、質問いただきましたらどんどんこういうことを答えていきたいと思いますので、ぜひ様々な体極拳の表現とか、体極拳の自分の実際の動きのイメージとか、ぜひご質問いただければと思います。ぜひ参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございました。中村玄光でした。 中村原稿の対極拳教室を開催いたします。コースは2つ。勘下24式対極拳コースと32式対極剣コースとなります。各コースとも全4回で、YouTube でおなじみの対極拳レッスンをリアルにご受講いただけます。基礎やポイントもしっかりお伝えいたします。対極拳歴問わず、初心者、ベテランさん、どなたでもご参加いただけます。 長年の太極拳愛好家から、寒二24式太極拳をまだ覚えていない方、剣をこれから始めたい方でも安心していらしてください。お申し込みは概要欄にリンクを貼っておりますのでご参照ください。皆様のご参加お待ちしております。